はい、皆さんこんにちは、吉田正です。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。さあ、今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。ババン。包装された袋もおしゃれな、ケンタッキーフライドチキンの、フライドフィッシュサンド320円。高えな。なんとなく拡張しよう。高えな、これ。うまいんだろうな、っていう話だよね。うまいんだろうな、っていう話だよね。ロッテリアのリブサンドみたいな感じで、その横になってる、横になってるとか、その、ハンバーガーっぽいパン、バンズじゃないんですね。タルタル。フライドフィッシュどうでしょう。冷めてます、時間経ってるんで、まあ猫舌なんで、ね、いいかなと思います。いただきます。うん、うまい。なるほど。ね、うまい。もうね、さすがケンタッキーだね。もうさっくりしてるフライが。まあね、やっぱね、いい仕事してるね。本当に。もう、やっぱ値段がね、そこそこしますんでね。もう絶対いいものを作るぞっていう、なんか意気込みみたいなの感じますね。そんじゅそこらも作れませんよと。っていうのを感じたね。このフライドフィッシュに。まあ、タルタルも少ないんで、タルタルでごまかしてるわけではないですね、全然。本当にこのフライドフィッシュで勝負してる感じですね。なるほどなぁ。うん、やっぱ値段ならではのね、ものでございました。はい。ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、ケンタッキーフライドチキンさんの、フライドフィッシュサンド320円でございました。ありがとうございました。